まず、アンミー、お帰りなさいませ。どうですか、東京生活？いやー、なんかもう想像してた以上にすごい楽しくって、やっぱり大分のいいところは自然がたくさんあって、でも空港に着いた瞬間に、おーと思って、おーと思って、で、別府の湯煙の感じとか、すごいやっぱり大分の魅力だなって思うんですけど、やっぱりでも東京もすごい新しいものとかがたくさんど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 ん入ってくるから、楽しいですね。それぞれ。東京で誰か芸能人に会いましたか？ということで、会いましたか？会いました。お、はい、誰に？多分皆さんの知ってるところで知ってる人だと、あと江口洋介さん。江口洋介さん、どこで会ったんですか、それ？ところで、ね、さっき久しぶりにこうスパキオと一緒に踊ってみて、まあ、スパキオにね、ちょっと戻ってみて、いかがでしたか？やっぱりこのファンの皆さんの歓声と、もうライブの楽しさがすごい、ごめんね、とりあえず嬉しくて、ありがとうございました。